ズザンネ・バーナード・イツ国民学習財団の小学生としてカール・ハインズ・チェラーを呼び、オーレルニコレにこれに指示。22歳の若さでフランクフルト放送公共楽団に抜擢され、フルート奏者として研鑽を積む。その後、ハンブルク三大オーケストラの一つ、ハンブルク公共楽団の首席ソロフルーティストに在任する。フルート第一奏者としてオーケストラと共に、 ヨーロッパ各国に限らず、アメリカ、中国や日本を含む、海外公演多数、日本全国ツアーでは、東京サントリーホールにて演奏。ソリストとして、アンドレイボレーコ、カルロス・カルマー、ギュンター・イエナ、クラウス・ペーター・ザイベルや、ジャンクロード・マルゴワールなどの優秀な指揮者と共演。室内楽作品を、西ドイツ放送、北ドイツ放送、ヘッセン州立放送にて収録。 自然な高音質に関わり珍しい未収録のレパートリーを専門とするドイツの老舗 MDG レーベルのゴールドシリーズにてアントニオロ設定とフリードリヒウィットのフルートコンチェルトを収録。ソロフルーティストとして積極的に室内楽に取り組みドイツを拠点として数々の巧妙なヨーロッパの音楽フェスティバルにて演奏活動を行う。室内楽共演者には ダイブラウンシュタイン、グザウィエドメストレ、マーティンフロスト、チェンライスやアンナネトレプコ等と現代を代表する音楽家の数々が挙げられる。また、ハンブルク国立音楽大学でマイスタークラスを教授し、ハンブルク音楽院やインターナショナルカレッジオブミュージックアイコムでの指導を、通し、次世代フルーティストの育成にも精力的に貢献している。ありがとうございます。